こんばんは。さあ、ここはどこでございましょうか。ランダムスター浦井健二でございます。そして僕の目の前には、こんばんは、長澤まさみです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと緊張しておりますけれども、いつものドレッシングルームと本当に今思ってないよねすごい適当に今言ってたよ。すいません、はい、すいません。いつものドレッシングルームとは違いまして、今夜はですね、長澤まさみ様をお迎えするということで、スイートルームをご用意いたしました。はい、ということで、舞台新幹線 RS メタルマクベスのお話、この後長澤まさみさんとたっぷり行っていきたいと思います。長澤さん、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、尻に敷かれております。敷かれてるかなFM93 AM1242 日本放送、浦井健二のドレッシングルーム。心の扉を開く言葉の鍵あります。今と未来を自由に舞う音楽の翼あります。ワクワクドキドキな気分にしちゃう切り札あります。これからのひととき、僕と一緒にお付き合いください。シナリオのないリラックストークステージ、浦井健二のドレッシングルーム。改めまして、こんばんは、俳優の浦井健二でございます。リラックストークステージ、浦井健二のドレッシングルーム、今夜もゆったりお付き合いください。ということで、今夜はですね、ゲストに入って言ってくださいました、ランダムスター夫人、ローズ長澤まさみ様、登場でございます。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかまさみちゃんは実はラジオの先輩ということで、あ、そうですね、以前日本放送で番組を何年間ぐらいやってたんですか。さっき聞いたら5年って、5年って、はい、はい、私はずっとカッコカリっていう番組名で、はい、3年ぐらいやった後にスイートヘルツっていう、そう、なんか編集長さんに怒られたっていう話なんですよね。あ、そうそうそうです、そうです、そうなんです。カッコカリ俺好きですけどね。なんか、いや別に意味はないんだけど、なんかなかなか決まらなかったんですよね、タイトルが。自分で決めるじゃなく、自分で決めてって言われたんだと思うんだけど、うんうんうん、特にないなとかって、いい、カッコカリでいいんじゃないみたいな感じで。すごい、そんな先輩が来てくださいまして、はい、スペシャルウィークということでございまして、はい、強力なツーショットが実現しました。大晦日まで走り続ける新幹線 RS メタルマクベスディスク3のトークはもちろん、長澤まさみさんのあんな話、そしてカッコカリな部分、大胆にインタビューしていきたいと思います。よろしくでございます。さあ、ということで、この番組はですね、はい、キーワードカードに沿っていくのですが、はい、いや今回これ全部いけるかなっていうぐらいなんですけれども。そうなんですか。はい、まずは新幹線初参加ということ、そして井上さん、はい、キャストの皆さんに一言、稽古から今までの心境の変化は、浦井健二のここがすごいと思うポイントあります。怖いな。長澤まさみさんのここがすごいと思うポイント、略してここすごということでございます。はい、鬼嫁感をなかなか今出してない感じで、優しい感じでちょっとドキドキしてますけれども、皆さんこれからの30分間最後までリラックスしてお付き合いください。お願いします。お願いします。FM93 AM1242 日本放送、浦井健二のドレッシングルーム。さあ、今夜はですね、いつものドレッシングルームではなくて、特別にスイートルームからお送りしております。ゲストは長澤まさみ様でございます。どうも、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、なんかこういう風に会話するのもね、あんまりないですね。あんまないよね。浦井さんってどんな人なんだろうってずっと思いながら今やってますもん。全然、いや本当だよね、浦井さん。全然会話してないもんね。なんか稽古の頃からあんまり会話してないもんね。うん、話しかけてもあんまりなんか話しかけちゃダメみたいな感じで、一生懸命やりすぎてるんだと思う。いやでもなんかね、はい、優しいんですよ。何かこう2回公演の時とか必ず甘いものを餌付けしてくれるみたいなのがあって、いや疲れてる時に必ず来てくれるっていう、たまにキャラメル的なね。ありがとうございます、はい、ということで、さあ、じゃあキーワードカードいきますよ。はい、ね、まずは新幹線初参加。すごいね、ぐいぐい進めてくよね、浦井さんって。
全然なんか話聞いてもらってる感じしないんだけど。なんか置いてけぼり感すごいんだけど。そう、ごめんね。なんかごめんね。いいけど。なんかごめんね。さあ、お願いします。お願いします。はい、頑張ります、はい。新幹線の初参加ということで、今回メタルマクベス、はい、新幹線の初参加ということで、長澤さん、ええ。びっくりしたこと、感動したこと、初参加ならではのエピソード、なんかありますか？新幹線の劇団員の方々、うん、はい、まあ、大先輩ですけど、そうですね、先輩方が本当に温かいっていうところが一番びっくりしました。確かにね、うん、なんかやっぱり人を受け入れ体制がすごく、そう本当にあって、まあ、今回は特にね、みんな多分先輩たちからしたらもう、若手だと思うから、なんか子供のように、みんな若いこんな俳優たちを、が入ってきても、こうドーンと受け止めてくれてる、その器の大きさ、間違いない、劇団員さんたちの、もう純さんを筆頭に、本当にそう思いますね。そこが私はとても感動していて、優しいな新幹線の方々は、温かいなって思いながら、なんかメタルさんたちともご飯に行って、ステーキ食べに行って。ステーキを食べて何グラムを食べたの？まあいいじゃん。まあいいね。行くなよ、まあ、そんなことを。そうだね、まあいいね、まあいいね、ごめんね。ちょっと鬼嫁風にね、ごめんね、行かなきゃいけないんで。そう。強めに行かせてもらいました。ありがとうございました。最初に抱いていた時と、こう新幹線に対して何か違いは今生まれてたりしますか？その参加したいってこう言っていたじゃん。いつか出るだろうなって思ってた。おお、そう、なんか好きな作品があったんですよね。そう、天保12年のシェイクスピアっていうのが、井上さんの演出で劇団公演じゃなかったみたいなんだけど、そうそう、確かに、はい、それを見てすごく楽しくて、あ、いつかやるって思ってた。そして参加して、はい、あの、そうですね、なんだろう、呼ばれれないと立てる舞台じゃないって思ってたから、そうだね、みんな出たい、やはり新幹線で出たいと思う人が、あとやっぱりやることが歌ったり多いよね、立ち回りも浦井さんいっぱいあるけど、立て回って、ね、その歌って踊って芝居もやって笑わせて、その全部が入ってるから、芝居の、ね、確かにすごく難しいだろうなって思ってたから、きっとそれなりにこう自分が力をつけてからじゃないと呼ばれるとこじゃないだろうなとは思ってた。いやもうね、僕、まあ、正直ぶっちゃけ言うと、いろんな映画とかドラマで見ていて素敵だなとも思ってたけど、一緒に芝居をしたことでこんなにすごい人なんだっていうのは俺本当に思ってます。浦井さんの方がすごいです。あのね、長澤さんの芝居は本当に引きつけられるから、そこからエネルギーをみんながもらえて、みんなもらい泣きしちゃうっていうか。いやいや、そんなことない。いや、すごいなと思う。本当に尊敬します。ついていってるだけです。ありがとうございます。はい。ということで、次のキーワードカード、その井上さんということで、はい、演出家の井上秀則さんの、第一印象、そして演技指導、アドバイス、なんか印象的になったこととかってありますか？井上さんに初めて会ったのは、私19歳くらいだったんだよね。結構前。なんかそう、先輩の舞台見に行った時に同じ回見てて、でその後こう流れで食事に行った時に、食事の先で初めましてって言って会った時の印象から今も全然全く変わってないんだけど、穏やか。穏やかな人。穏やかで、柔らかい人っていう印象かな。確かに。なんかこう演技指導とかで、こう最初の稽古スタートから結構スパルタだったっていうか、こう動きを全部決めていく演出方法とかって、こう僕が印象的だったのが、長澤さんが動かないとか心情の変化だけでお芝居をするっていうところに今ちょっと興味を持っていた自分がいるみたいなことを稽古場で言ってたの。へえ、そんな話したっけ？なんかまあ盗み聞きしたのかもしれないけど、なんかそういうのを言ってて、これだけ全部その一挙手一投足動きをつけるみたいな演出ってどうでした？でも無駄な動きがないでしょ？ない、確かにない。そういうところを多分学びたかったんだと思う。私は自分の癖とか、自分の良くないところってたくさんあるけど、なんかその井上さんの動きには、その言葉の意味と感情を乗せた動きがあるから、確かに
そういう意味では無駄が全部ない。ない、確かに本当にそうだね。動きだから、うん、そういうのはすごくとても勉強になったし、うんうんうん、あと井上さんは多分その人に合わせた確かに、ね、芝居をつけてくれて、そう、その子の特性を生かした、うん、芝居をね、つけてくださいね。質を生かした芝居ね。誰よりも芝居がうまいと思わない。ね、それはなんかずっと聞いてたから、あ、こういうことなんだと思ったし、うん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 、アドバイスで印象的だったとかなんかある？その井上さんがなんか稽古場でこういうダメ出しくれたとか。いや、なんかあんまね、まさみちゃんにあんまりあのダメ出しなくて、浦井健二にだけダメ出しが凄まじかったっていうのはあるけど。いや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 、まあそれはね、浦井さんだって物語だから、いやいやいや、引っ張っていかなきゃいけない主役だから、それは多分大変な役だと思うし、ランディスターって、あの、でも夫人ってなんか井上さんも言ってたけど、松さんもう、そのこのメタルマクベスをやったらもういわゆるマクベス夫人ってあとやんなくていいんじゃない、みたいなぐらい本当重要というか、マクベス夫人を今回全部背負ってるっていうか、大変だろうなって精神力とか思うけど、でも浦井さん優しいから楽しいですまあね、こんだけもう本当に犬の犬のように、本当に優しいなって思いますよ。実はね、朝あのアップを長澤さんがその、はい、まあ、アンサンブルの上手い人がいるんですよ、翔太くん、翔太くんが、で翔太くんにアップを稽古場で披露して、みんなでやった時に長澤さん気に入って、うん、で本番の前に気に入ってっていう言い方ごめんなさいいろんな人がねアップをしてたからで上手、そうそう、上手だったから、で長澤さんのそのアップに必ずその翔太がやっているっていうので、翔太さんにお願いしてやってもらってるんですよね、うん、そこに自分もちょっと参加させていただいていて、はい、なんかこの方は本当に舞台のためにどんだけ早く入るんだろうっていうぐらい何時間前に入ってるんですか？すいません、いやいやいや、私そう楽屋オープン早いんだね。でもみんな来てるよ、ジンさんも来てるし、リエさんも来てるし、僕その後に来るんですよ。もう長澤さんの車があって早っと思って、そうそう、私今回60回も公演やるの初めてだから、うん、最後まで走り切らないといけないから、素晴らしい、やっぱり喉も温めないと、そうだね、起きないし、体も、うん、起きないと。浦井さんはね、うん、もういや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 、でも長澤さんの発声って実はね独特で、うん、独特じゃないですね。いや、なんか披露してくれて、クラシックの先生が教えてくれたんだよ。そうで、ちょっと顔を動かす時には人前でやるの恥ずかしいから、あ、すごいね、もう変顔の部類に入らないぐらいひどい顔いや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 ひどい顔してだから人がいないところに隠れてそれをやりに行く長澤さんがめちゃくちゃ可愛いんです。時々みんなスタッフさんがびっくりしてた本当ですか、はい、ということで次はですね、長澤まさみさんに一曲選んでいただきました。はい、さあ題しまして、どうぞ。長澤まさみのスイートミュージック。おお、すごい豪華な感じやばいこれはい、じゃあ曲紹介よろしくお願いいたします。はい、スティーブ・レイシーでダークレッド。お送りしましたのはスティーブ・レイシーでダークレッドでございました。ということで、はい、まさみちゃん、なぜこの曲を選んだんですか？あ、よく聴いてる曲なんで書けましたはい、ということでゲストにですね長澤まさみさんをお迎えして、緊張で心臓がバクバクいっております。日本放送浦井健二のドレッシングルーム、お知らせの後はかなり深いお話を。FM93AM1242 日本放送、浦井健二のドレッシングルーム。長澤まさみさんをゲストにお迎えしている緊張と感動の浦井健二のドレッシングルームでございます。ランダムスター夫婦対談ということで、尻に敷かれている度数は 200% を超えている感じでございますけれども、どうですか、本番直後のラジオみたいなの、うん、楽しいですはい、ということでですね、はい、長澤さんの心の扉を開けるキーワードカードということで、続いてはこちらでございます、はい、じゃん、聞いてみちゃいたいと思います、はい、浦井健二のここがすごいと思うポイント、はい、浦井健二を褒めちぎっていただけたらと思います。できれば、はい、ベスト3をお願いします、はい、もう決まってます、はい、優しい優しい優しいです。ありがとうございます。どういうことよ
どういうことよ、ありがとうございます。いや本当になんか光栄ですけどね。穏やかだし、なんかトゲトゲしさがなくて本当に優しい人なんだなって。いやいやいや、裏表がない、このまんまなんだろうなって。そう、何も考えて。お家帰って何してるんですか。どういうことですかどういうことですか。お肉食べて、なんか犬と遊んでそうよし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 っていうのをお家でもやってそうまあでもね、本当にあの動物も好きだし、うん、あと最近はなんか真宙もそうなんだけど、その漫画を読んでんの。読んでるの。え、帰って。帰ってから。え、へえ。なんか紙に触れるのが好きで、めくる行為が漫画読んでんだ。読まない、読みますけど。どう？いや、なんか生活は見えないからどういう人なんだろうってずっと思っててまさみちゃんも見えないよ、生活か。見せません。はい、素晴らしいですはい、ということでね、僕ね、長澤まさみさんのここがすごいと思う略してここすごなんですけど、はい、うん、ベスト3ちょっといっちゃいますね。何ですか。あのね、まず3位は、はい、優しい。あのね、長澤さんは本当に優しいんです。例えば稽古場でもクッキーをくれたりするし、でちょっと僕がこうへこんでいる時や疲れている時に必ず大丈夫かっていう言葉をかけてくれるって。優しいね、私。そうでしょめっちゃ優しいなと思って。なかなかそういうね、人にこういろいろと心を配れる方っていうのはいないと思うので、すごく懐が大きくて素敵な人だなと思いました。ありがとうございます。そしてベスト2なんですけど、はい、芝居。もうね、長澤まさみさんの芝居はもう半端ない。もちろんセカチューからもう何からいろんなものを見てるの。見たことあるの、私の作品。いろいろ。あ、で、あのね、どういうこと？ちょっと最近だと、最近だと、と最近だと、福田雄一さん監督の、あの山田さんとの、はいはいはい、なんだっけ、50回目のファーストキス？ 50 回目のファーストキス。本当に見たの？見たのごめんね、あの、ちゃんと言う、あのね、韓国に行った、あの、飛行機の中で見たんですけど、うんうん、ちょっとね、ごめんなさい、泣いた。あ、これもちょっと夫人に似てるんですけど絵をずっと描き続けているシーンがあまりにも切なくて、あ、まあ、それこそ佐藤二朗さんがまあそれを守っているっていうのもすごく素敵だ、うん、まあ、二朗さんの芝居で泣くと思ってなかったんだけど、なんかすごい素敵だなと思ってこのね、お芝居に対して目の色がどんどん変わっていくんですこう やはり映像やってる人って違うなと思って。どういうこと？自分だってやってるでしょ。あ、はい、すいませんいやいやいや、もう本当にプロ中のプロだなと思います。いやいやいや、そして第1位は、はい、僕の中では、うん、あの国民的、丁寧にありがとう。私なんか適当に、うん、適当じゃなかったんですよ適当、あのね、国民的あの大スターさんで、それこそそのクドカンさんが今回メタルマクベスディスク3で長澤まさみという単語を台本に書くぐらい、はい、もちろんその超有名人なんですが、うん、僕実はベストワンはめちゃくちゃ自然体、うん、こんなに自然体でなんでいられるんだろう、誰もが知ってる人なのに。でも浦井さんも自然体じゃない？だって僕そんな、だって知られてないし、そんな。でもすごいマイペースな感じ。うん、そうですね、はい。いや、なんでそんなに、この、自分は別にみたいな、なんか、すごいなと思って。いや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 、自然体じゃないのかもしれませんよ。女優だね。どれが本物の長澤様か。いや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 、そう、本物は見せられない。見せ、うん、でも浦井さんもすごい自然体だと思うけどな。すごい愛されキャラだし、うん、みんな浦井さんのこと大好きですよ。本当？うん、ケンちゃんケンちゃんってみんなに言われてるじゃないですか。いや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 、あ、そう、はあ、あのね、まさみちゃんは実は僕のことを浦井さんって絶対に言うんです、うん、あ、これがビジネスパートナーとしていろんな人を共演してきた、うん、女優さんだなと思って。え、そんなことない。だって小池徹平くんのことてっちゃんって呼んでるよ。言ってるねこの前見に来てくれて、そう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 、俺スパッ、ね、うん、スパって帰っちゃったから、うんうん、その後電話来て、うん、ケンちゃんお前なんでもういないやんかって。私もそう思った。なんで浦井さん仲いいのに。そうそう、いや、だってあれと思ってさっさと帰ってたよね。来ないなと思ってまあいいかと思っていつも通りっちゃいつも通りだけど、そうそう、そしたら電話来て、うん、お前いないやんかっつって、そうそうそう、いや、だから結婚おめでとうって言って電話して、うんうん、そう、そうそう、てっぺいね、うん、すごい優しいし、うん、あの人こそ心が綺麗
な気もするよね。村井さんも綺麗だと思うよ。長澤さんも綺麗だと思うよ。はい。あ、もうお時間でございます。ということで、日本放送。はい。日本放送、浦井健二のドレッシングルームお知らせの後は、はい、長澤まさみさんとエンディングです。FM93 AM1242 日本放送浦井健二のドレッシングルーム。 FM93 AM1242 日本放送浦井健二のドレッシングルームということで、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。はい、はい、今夜のオンエアはラジコのタイムフリーでもう一度じっくりチェックしていただいたり、ツイッターなどの SNS でタイムフリーをシェアして日本全国に広げていただけると嬉しいでございます。ということで、はい、長澤まさみさんをゲストにお送りしてまいりましたが、浦井健二のドレッシングルーム、うん、いかがでしたでしょうか。すごい楽しかったです。本当に浦井さん上手。本当にやった、うん、やった。すごいなんか上手。時々話聞いてないけど、うん、ありがとうございます。ということで、長澤様、告知があるということでよろしくお願いします。はい、はい、映画マスカレードホテルが2019年1月18日に、はい、うん、映画キングダムが4月19日に公開されますので、はい、ぜひ劇場で見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうずっともう1年で何作関わっているのかと。私、浦井さんのやっぱり歌声がすごく好きで、やば、本当になんか素直、癖がなんか、うん、すごいなってやっぱ思って、ちょっとディナーショーとかやってください。見に行きたい。え、どういうこと。やらないの、そういうリサイタルとか。や、あ、やらないの。じゃあやります。やりましょう。やりましょう。見に行きたい。出てください。出ないけど。わかりました。はい、ということで、長澤まさみさんとご一緒している豊洲 IHI ステージアラウンド東京で公演中の新幹線 RS メタルマクベスディスク3、これからお越しになるお客様に、はい、長澤さんメッセージをお願いします。はい、12月31日まで、はい、みんなで力を合わせて、そうだね、本当だね、頑張っておりますので、はい、まだまだチケットあるみたいなので、はい、当日券など木曜日の夜とか昼とか平日はまだ隙があるみたいなので、ありがとうございます。はい、見に来ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今夜の番組の感想を待っております。番組の感想は浦井アットマーク 1242.com 浦井アットマーク 1242.com まで。ということで、名残惜しいですけれども、それでは今夜はこのあたりで、はい、お相手は浦井健二、そして長澤まさみでした。浦井の哲学で浦井哲学、今夜は俺の哲学、俺哲。尻に敷かれるのも悪くない、癖になりそう。はい、癖になっております。はい、癖になるほど素敵な舞台でございます。また来週。